That's my secret, Cap. I'm always angry. ウォッチモジョへようこそ。今日はマーベルキャラクターがビーストモードになった瞬間のトップ10をカウントダウンしていきます。このリストでは最も強烈で異形の念を抱かせる、そしてこれらのマーベルキャラクターが本物であることを証明した瞬間を見ていきます。我々の宇宙のスケールは善人たちに有利に傾いているので、我々は英雄たちの業績に焦点を当てます。悪役に悪いけど、このリストはネタバレにも取り込んでいくのでご注意くださいね。何かいいものが残されていましたか？コメントで驚かせてください。第10位、クイックシルバーが1日を救う。 X メンアポカリプス。クイックシルバーを思い出すとこの瞬間を思い浮かべます。そして Days of Future Past で彼が父を現世から脱出させた瞬間も、このシーンが好きでない人を見つけるのは難しいでしょう。X-Men アポカリプスでは悪のミュータントエンサバヌールが目覚め、世界を奴隷化しようと決意します。典型的な悪役のやり方です。ハボクが彼を止めようと駆けつけて、誤って X マンションを爆破します。 All will be revealed, my child. Stop! No! すべてが混乱する前の数秒間でクイックシルバーは本領を発揮します。彼はみんなをだけでなく、やり方もかっこいいです。すべては80年代の甘い曲に合わせて行われます。クイックシルバーは十分な評価を受けていません。第9位、ヴァンパイアパーティーを崩す。ブレイド。ブレイドをパーティーに招かないと何が起こるか見てみましょう。ブレイドはエリック・ブルックス、つまり自身が半分ヴァンパイアであるヴァンパイアハンターの物語です。映画の最初の作品が私たちは他のマーベル映画でこれと同じようなものを見たことがないと思います。ビーコン・フロストを捕まえようとしてブレイドはヴァンパイアナイトクラブブラートに侵入します。邪悪なヴァンパイアたちが血を浴びながら踊っていると音楽が消えてエリックが現れます。彼は一人で何十人ものヴァンパイアを倒します。ヴァンパイアと戦うのはかっこいいですが、多くの人が血まみれになりながら逃げるほど崩壊したのでしょうか。第8位、プリズンブレイク。スカイダイブ、ブラックウィドウ。2021年のブラックウィドウでは、ナターシャが自身の映画についに登場しました。この行動では、彼女がレッドカーディアンをロシアの刑務所から脱走させるシークエンスが描かれています。それは壮大な任務で非常に危険なものであるにもかかわらず、ナターシャはそれを簡単に見せてくれます。その全シークエンスは何もかもが壮絶です。映画全体を通してアクションが絶え間なく続きます。なぜならナットは刑務所に降りてくるだけでなく、数十人のガードと戦います。彼女はまた映画の後半で空中を落下しながら、彼らは戦い、落下する破片の上にしがみつきます。そう、ブラックウィドウはタフです。第7位、レディースとプロキシマの野中の戦い、アベンジャーズ、インフィニティウォー。サノスがインフィニティウォーで宇宙の半分を消し去る計画を開始したとき、私たちはたくさんのアクションといつも見ることができないユニークなチームアップを見ることができました。ワカンダの戦場でのプロキシマ・ミッドナイトとの戦いは、関与した全ての者の力を証明した戦いでした。槍を持つブラックオーダーのメンバーは、アベンジャーズにとって手強い敵でした。ブラックウィドウ、オコエ、そしてスカーレット・ウィッチが彼女を倒すために力を合わせました。That's really gross.
この全女性の狂乱はマーベルのスーパーヒロインたちがどれだけタフであるかを思い出させる素晴らしい方法でした。エンドゲームはアベンジャーズの女性全員が一緒に攻撃するシークエンスでした。 Don't worry. She's got help.第6位、森の中のレイジ、ローガン。 X-Men ファンのお気に入りウルバリンは2017年のローガンで見事な最後を飾りました。この象徴的な映画は独自のアクションシークエンスが欠けているわけではありません。ある時ローガンとミュータントハンターであるディーバーズは森で残忍な乱闘を見ます。彼の遺伝子の娘の X-23 もこの戦いでかなりの実力を発揮します。これは残酷です。ローガンは何十人ものリーバーズを切り裂きます。彼は激しく恐ろしく完全に原始的です。ウルヴァリンのファンは素晴らしいアクションを求めるならこれを見る必要があります。もしローガンがついに終わりを迎えるなら彼はドカンと去ってもいいかもしれません。第5位、何の神？そう、ラグナロク。自分が本当は誰なのかを思い出すのは難しいことがあります。ラグナロクの出来事の間、ソーは一つの目がなくなって明らかに落ち込んでいました。彼の父のオーディンからの元気づけの言葉はまさに彼の精神を高揚させるのにぴったりでした。ソーが何の神であるかを思い出すと彼の邪悪な姉のヘラの計画は崩れ始めます。 Tell me, brother, what were you the god of again? 稲妻に染まりその目が青く脈動するソーはまさにリベンジャーズに形勢を変えます。彼がヘラの手下を倒すとき、レッドチェッペリンが流れることを言いましたか？この感動的な出会いを本当にうまく結んでいます。第4位、私はアイアンマン。アベンジャーズエンドゲーム MCU のコースを通じてトニー・スタークは深刻なキャラクターの発展を経験しました。 I'm just not the hero type, clearly. With this laundry list of character defects, all the mistakes I made, largely public. Truth is, 宇宙全体がサノスのせいで危機に瀕したとき、力強いヒーローたちは呼びかけに応えて立ち上がりました。この映画的宇宙は、トニーと彼に究極の犠牲を負っていました。I am inevitable.彼が無限の手袋を使ってサノスの行動を逆転させたことは英雄と言えます。命を代償にしましたが彼はその選択を望んでいました。全てを指摘にしたのはトニーが象徴的なフレーズを発した時でした。アイアンマン、円満な瞬間を語りましょう。第3位、電車を止めるスパイダーマン2。スパイダーマン2は偉大なコミック映画の一つとして歴史に名を刻みました。その理由がわかります。この素晴らしいスパイダーマンは疾走する電車が線路から飛び出すのを防ぐことができました。 You have a train to catch. Help! 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 I can't stop it! The brakes are gone! 電車のシーンは映画だけでなくスパイダーマンのキャラクター全体を定義する瞬間です。 MCU のスパイダーマンも敬意を表しました。電車を停止するのは簡単ではありませんでしたが、それが魅力の理由です。なぜならピーターは彼の力だけでなく問題に取り組むための知性にも頼っているからです。彼は何度かウェブを使って電車の勢いを遅らせるとやっと着地させることができます。6やった、スパイディ。
第2位、ガーディアンはパワーストーンを持つ。ガーディアンズ伝説の勇者たち。ガーディアンズ伝説の勇者たち。映画の最大のテーマは自分自身の家族を見つけることです。それを象徴する瞬間はピーター・クイルがパワーストーンを握りしめゴーナンを倒す時です。インフィニティストーンに捕まるのは簡単ではありません。最大のセールスポイントは惑星を一掃することです。しかし他のガーディアンズ全員が彼を捕まえるとピーターはできるようになります。ストーンの巨大なエネルギーを全員に伝えることです。この結束の瞬間はガーディアンズをただの強力な存在ではなく家族として確立します。Immortal Power Set it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy. トピックを発表する前にいくつかの作品を紹介します。ペッパーはキリアンを倒す。アイアンマン3。ペッパーはそう簡単には死なないよ、キリアン。 It was always me, Tony. Right from the start. I am the Mandarin!デッドプールの車の戦い。彼は手に負えない乗客として証明されました。スカーレットウィッチ VS ウルトロン。アベンジャーズエイジオブウルトロン。気をつけて、彼女はあなたの心を切り裂くよ。ナイトクローラーがホワイトハウスに侵入。カートが大統領に会うのを誰も止められません。ワッツがソニーの部下をシャットダウン。アントマン&ワッツ、ホープのビートダウンは悪党たちを痛い目に遭わせました。次に行く前にチャンネル登録と通知設定をして最新動画をお見逃しなく。一部または全動画を通知するようにできる設定があります。スマートフォンの方はアカウント設定から通知をオンにしてください。第1位、キャップがムジョルニアを振り回す。アベンジャーズエンドゲーム。エンドゲームは数え切れないほど多くのクールな瞬間を私たちにもたらしてくれました。キャプテンアメリカが初めてミョルニルを使ってタノスと戦うことが最も印象的でした。これはエイジオブウルトロンのずっと昔からからかわれていた瞬間で、ついにそれが起こった時ファンは激怒しました。そしてキャップは最大規模の舞台を率いる準備ができ、スクリーン上で見たことのあるスーパーヒーローたちがわずか数分後に戦いに登場します。でも一番の見どころは何でしょう。キャップが我々が何年も待ち望んでいたセリフをついに言う時です。アベンジャーズ。このビデオはお楽しみいただけましたか？ウォッチモジョの他の動画もチェックして最新動画を見逃さないようチャンネル登録と通知設定をお願いします。